今日から県内の公立高校92校で入学試験の願書の受付が始まりました。沼津市の沼津東高校では午前8時過ぎに受付が始まり、中学校の担当者らが窓口を訪れ願書を提出しました。願書はその場で記入漏れがないかなどチェックされ、受験番号が押されていきました。県内の公立高校の願書受付は、 県内92校で今週金曜日の正午までで、その日の夕方にはそれぞれの高校の志願倍率が公表される予定です。来月2日に学力検査、3日に面接試験が実施され、合格発表は来月14日です。